こんばんは。髪切ったやで。まだ公開しません。じらしてます。目を噛み切ったの。ええ、切ったよ。見たいですか？보고싶어요？멀리잘랐어요。見たい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 。本当に？그러면공개할까？このまま見せないっていうのはどうでしょうか。どうする？全然変わってなかったら。じゃあ公開しますね。チェバル。じゃあ公開するよ。3、2、1、じゃーん。切っちゃった。どうですか？多分15センチ、20センチぐらい切ったかな。かなり短くなって、今ちょっと汗かいちゃったからさ、取れちゃったんだけど、どうや。中短バルモリとかいうやつです。前髪は伸ばしてるんですけど、かわいいでしょ。めっちゃいい長さになった。スーパーミラーボールタイプだ。そう、超かわいいよこれ。あの本当にずっと切りたくて、で、あの私がいつもインスタで見てた方に切ってもらったんですよ。かわいすぎる。結構重く切ってもらいました。なんかこの長さだったらこう、まあ、ポニーテールもできるし、かわいすぎって感じです。どう？後ろから見るとこんな感じですね。超かわいいよ。ほら、かなり短い。今巻いてたのがちょっと取れちゃって短くなってるんだけど、髪色はね変えてないんですけど、ちなみに切る前はねビフォー取ってなかったんだけど、ビフォーだとビフォーないっすね。あ、でもビフォーこのぐらい
かなり長かった。ここまであるからね、短くなった。夏暑かったからさ嬉しい。このぐらいの長さ超憧れたんだよね。あとこの重めのカットっていうのかな、まあ、あの詳細はまたあのインスタの方に載せるんで、まあ、妙みたいな感じになりたいなって人ぜひ、うん、行ってみてください。もう最高。やっぱずっと長かったからさ、こんぐらい短いと涼しいし可愛い。かなりお気に入りになりました。しかもミャオの部屋でね切ってすぐ公開できたのが良かったかなと、まあ、思ってます。確かにこの長さの方が大人っぽく見えるかもしれないね。かわいい。うん、短いと楽なの。いや短いと楽でしょ普通に。かなりお気に入りの部屋になりました。しばらくはこの長さで行こうかな。ずっとロングだったかな。髪色いいよね、明るめです、かなり。でもこれブリーチしてないの。ブリーチしてなくてこの髪色出るの結構難しいみたいなんだけど、そう頑張ってくれてます。カラーはあのユーレルムの川田さんにやってもらってます。いいね。そう前髪はちょっと伸ばしていこうかなと思ってます。そうブリーチなしでこの髪色、うんし色持ちもすごいいいんだよね。もう2週間ぐらい経ってると思うんだけど、そんなにまだ生え際も目立たないし、あとめっちゃ傷んでたんですよ私髪の毛。だからその分痛みがなくなったから、すっごい髪の毛生で見るとツルツルで綺麗なの。まあ残念ながら生で見ていただくことはね、まあ、しばらくないんですけど、すごいいいよ。うまいわやっぱカットが、うん、自分の好きな人にあのちゃんとねカットとかカラーをやってもらえると自分の理想にすごく近づくからいいよね。あの本当に髪の毛にはねあんまりあのこだわりっていう なんていうのなんか妥協したくないので、自分がケアとかあんまりできないタイプなんで、だから今日は本当にねいい時間になったわ。最高最高です、本当に最高。ニャオスタイル、そうだね。어맞아요맞아요제가어제어제첫내레이인가한국첫내한국뉴스완성에나왔다고들었어요대박이다미세테마르사이코데스아리가토고자이마스미테모라테첫내레이そうちゃんあのニュース韓国のチャンネル8というニュースに私のミャオチャンネルのチャンネル紹介してもらったみたいで、すごいよマジすごいこと。しかもあのチョナンカンさん、草薙剛さんのチョナンカンさんの次に私のチャンネルが紹介されたみたいで、これねもうめっちゃすごいことらしいです。
응, 라면 먹고 갈래? 그거. 나도 봤어요. すごいよね。チャンネル8ってマジ。もうだから本当に、日本で言ったらもう、ね、そういうフジテレビとか日テレとか TBS さんとかのニュース番組に、その取り上げられたっていう感じだから。トップスター。オーバー、オーバー。あにゃ。제가トップスター가지할게요파이팅トップスター될거야파이팅いやめちゃめちゃすごいよ本当にびっくりしたもん知らなかったんですよ私本当にで知らないしでなんかそれ言われた時にびっくりして本当にびっくりしてと思ったけどちゃんと見てそう本当にだったすごいよねユーチューブ봤어요여러분보고있죠매운채널아어제몇몇튜브기다리는중에뉴스나왔어요오최고 어제 꿀잼이었어 ね、昨日のドッキリ企画が超評判でして、なんかお友達からも、いや、この企画めっちゃ面白いね、みたいな感じでね、いろんな方から連絡いただいて、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、めっちゃ面白かったよね、でもね。そう、まだ見てない方がね、きっといらっしゃるんで、ちょっとネタバレになっちゃうんであんま言えないんですけど、もうすぐ見てください。大好評です。そう、ちなみに今日もね、ちょっとこの後撮影しようかなって感じの企画があって。かわいい髪。ありがとうございます。한국뉴스어떻게봤을까요?그유튜브영상을봤어요.그유튜브영상을보내주시고,그거봤어요.いや。お、トミーさん、タワーありがとうございます。タワポ。ありがとう、トミーさん。おおきに。うん、ディスコ。ニキビだができたね。前髪どうやって巻いてる？これで こうやって前髪取ってこうやってやってドライヤーやってやったらこれ取ってそれでこれをこうやって感じ？カーラーだけなの。はい、カーラーだけです。巻いてないです。
ご飯食べた。ヘアセットの動画とか見たい。ヘアセットはね、あんまり参考にならないかも。東京は많이더운가요？ねえ、많이더워요。너무더워。うん、ほんと そうそう、40度？맞아요？일본은더워요많이더워정말조심해요여러분도많이조심하세요미오도가는에뭔가네고나이다고한타비니이때이따라낸데각인사이마시다낸데각인이되게뭐너무지쇼가って言われて、え？私かなと思って、いや私は二十歳過ぎてますよって感じだよね。髪カットして可愛いね。ありがとう。年格びっくりだよね。で年格びっくりで、で「え私ですか？」って言ったら「いやあのお連れ様がちょっと若く見えるんで」って言われて、私じゃなくて私の友達でした。ち私は別に二十歳以上に見えたらしいですよ。くにゃるなったらやおがのむいっぽ。まおよん。오늘도전준없어。皆さんご飯食べた？밥먹었어요여러분어이마食べてる어食べながら見てますか이네아どん兵衛食べたい私はアルコールノンアルコールビールを飲んでました。うん、変わんないよねもうビール。ノアブルービールうまい？うまいうまい。え、めっちゃ美味しいけど私は。でも本当にわかんない。私は美味しいと思って飲んでるんで。なんか本当はビール飲みたいけど仕方なくこれ飲むとかいう人は美味しく感じるのか分かんないです。私は美味しいと思ってる。確かに朝から飲めるよね。まあ言うてもまあビールじゃないからね。ノールって家にいる時どういうタイミングで飲むもの？え、どういうタイミング？ご飯食べる時とか、あとお風呂上がって炭酸飲みたい時とか、ゲームする時とか何でもいつもいつでも普通に麦茶飲むとか水飲む時と一緒のタイミングです。うん、そう。
私車でね買い物行ってそこでご飯食べる時とかはあのノンアルビールとか飲んだりしますし、うん、お店とかでも結構私ノンアルビール頼んで、うん、お酒ビール一番好きかな。車運転しますね。飲んだ気になる、うん、飲んだ気になるっていうか、でもどうなんですかね、もうほんと別物で、なんかなんて言うんだろうな、あでもうん、飲んだ気になると思う。都内運転怖そう。私いやいや、そんな以外運転するのが怖いわ。なんか福岡かな、宮崎かな、どっかどっちかで運転した時もう怖かった本当に。福岡怖かった、なんかめっちゃみんな飛ばすんだよね。うん、韓国の運転はもっと怖いです。ハングソテクシタゴ、제가택시타탔을때너무무서웠어。どんな車が好き？SUV が好きかな。でもまあちっちゃい車も可愛いなとは思うけど、でも大きい車の方が好きですね。제주도ドライブ좋아좋아하고싶어。총알택시가뭐예요？근데그일본택시는너무비싸잖아요，그거싫어。ミニね、うん、うん、おお、와대박。신주쿠에서오차노미즈가는데10만 원 냈었다는 대박 10만 원다네。ドライブ動画出せたらね、いいな。東京のタクシーはいろんな会社いるからね。うん、いますね。韓国のタクシーはティーマネーのカードでも払いますが、クレジットカードも、うん、日本でもくれよ。ドライブ雑談の動画って結構見ちゃう。ふーん、ふーん、そうなんだ、へー。
혹시 일본은 스이카로? 응, 스이카 파스모? 이코가? 그런 거 다 됐고 카드도 맞아 맞아 こういう 티모니아 카드 왔다 며며 며모니 あ、 야바이 ちょっと待って マジで 充電が なくなるので ちょっと次の ゲスト 発表します はい 다음 ゲスト를 발표하겠습니다 はい、じゃあもう充電本当にないのでまたですけどすいませんはい、ゲスト発表させていただきます、来週のゲストはチーム8の吉川七瀬ちゃんですキュンキュンキュンはい、というわけで七瀬ちゃんに、質問お願いします。吉川七瀬ちゃんに質問お願いします。キュン。ヤオちゃんの設定ある。あんまりない。누구예요?난매어밖에몰라요 어?난데에이트우케타노매어산노다이치인쇼나나세때나마에기니뜨르?아나나세게히토미랑치이바쿤도우? 에이케이비 노스키나ところは?ああこれから挑戦したいことミオさんと食べに行くならああちょあぬん선배님은初めて来るの七瀬はい今年のエイトの日の思い出うんいいねディスク期間中にハマったこととかああ七瀬ミャオチャンネル구독했어요ミオさんとしたユニットと曲名自粛中何していた제일자신있는 AKB 노래는 유튜브 마지막에 하하아そうそうそう APEXエイペックスしてんのかな あ、この間小田エリカしてたの千葉の紹介うん。いいねやっぱ千葉絡みのことをいろいろ聞いていきたいですねなんか千葉って近いようであんまり詳しくない気がするのでまあ千葉でねラジオやらせてもらっているので私もちょっと千葉のことを聞いたりとかあとはまあ私とのこととかエイトの日の感想とかちょっと聞いていけたらいいなと思いますはいというわけでちょっとね、いろいろ脱線したりとかもあったんですけど、こんな感じで
今日は配信終わりにしたいと思います。はい、というわけで、まあ、髪の毛切って心機一転してるんですけど、まあ画像とか後でねインスタとかに載せたいと思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。じゃあまたミャオチャンネルも見てください。많이구독해주세요。はい、というわけでここら辺でもう本当に充電がオフソヨなので終わりにさせていただきます。見てくれてありがとうございました。バイバーイ。